爬虫類飼育者は飼育している子たちのために自分の食費を削りがち。どうも、爬虫類マスです。で、これはですね、飼育している子たちに関係するであろうことにかかってくるお金とか、あとはこれから飼育していきたいなと思っている種類の子のためにお金貯めよう、じゃあどこを浮かせようってなった時に、あ、自分の食費を削ればええやんみたいな、自己犠牲によるお金の浮かせ方をする方って結構いらっしゃるかなと思うんですよ。で、それが関係してか、爬虫類飼育してる人ってね、なんか痩せてる方が多いような気がするんですよね。で、僕も、もう最近とかじゃなくて、もう昔から僕が動画出るたびに、あれ、マスさん痩せました？大丈夫ですか？お体悪いんですか？っていうような心配コメントね、結構来てるんですよね。で、僕って YouTube を始めた頃から体重って変わってなくて、じゃあなんでここまで言われるんだろうって考えた時に、多分ね、僕の顔の骨格のせいなんですよ。このね、頬骨がちょっと出てるんで、まあ、あんま自分で言いたくないんだけど、まあ、それはそれでここのね、頬がね、影出て、なんか頬こけすごいみたいな感じに見えるんですよね。で、一時期僕ってあんま人と喋るような生活しないんで、まあ、ここの表情筋が衰えて、まあ、こういう顔になっちゃったんかなと思ってね、その表情筋を鍛えるためにね、こういう鍛え方があるんですよ。まあ、それもやってても特に改善されなかったんで、もう多分これは骨格のせいです。はい、まあ、僕は元気です。はい、ということで今回の動画は、僕が飼育しているエイブラデリスポスティカスっていうゴキブリがいるんですけども、このゴキブリ肉食傾向よりの雑食性なんですよ。なのでよくメンテナンスしてる時に手に乗せると、僕のね、手を噛もうとしてきたり食べようとしてきたりするんですよね。じゃあこの子たちにネズミを与えたらどうなるのかなっていうのは今回見ていこうかなと思いますので、まあ、よければ、ちょっとショッキングな映像になるかもしれないんですけども、最後までご視聴していただけると嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。ということで、こちらが今回与えていくネズミになります。ネットとかで普通に販売されているんで、まあ、その冷凍されたやつですね、こちらを与えていきたいと思うんですけども、冷凍された状態だと食べられないんで、こちらをお湯で解凍していきます。見た目はこんな感じ。はい、ではこちらを解凍していきたいと思います。お湯を用意できたらタッパーの中にお湯を入れて、で、これだと熱すぎるんで、水で冷やしながらね、温度を調節します。熱では、この中にネズミを入れます。で、これで解凍できたらゴキブリに与えていきます。では今から僕が飼育しているエイブラベルスポスティカスにネズミを与えていきたいと思います。では真ん中に置いてみましょう。で、この子たちはね、羽がボロボロですよね。これなんでかっていうと、お互いのね、この羽をかじり合う習性があるんで、どうしてもね、こういう風にボロボロになっちゃうんですよね。本来だとすごいね、綺麗なゴキブリなんで、ちょっとその姿をね、皆さんにお見せすることができないのが残念なんですけど、いや、でもすごい勢い、もう見えないもんね。
これ見てると映画のハムナプトラ思い出すね。ハムナプトラにね、こう人の肉を食べるスカラベっていう虫がいるんですけど、それがね、人間の肉をこう寄ってたかって食べるんですよ。その光景を思い出す。子供の頃にその映画見てトラウマだったんで、ちょっとそのトラウマが目の前でフラッシュバックしてる感じがして、ちょっと凄惨ですね、この景色は。えぐいな。今ね、この食べられてるネズミの肉片がどんどん見えてきてて、ちょっとこれホラー映画って感じがする。あのゾンビが人間に群がって食べてるようなシーン見えるね。すごい食欲、子供大人関係なくむさぼってるもんね。この子が大人で、で他の子たちが幼虫です。こういうなんかダンゴムシみたいな。でこれ普通にね、この指を僕置くとこの指までも食べてしまうんで、マジこの種類のゴキブリ買おうとしている方はね、ちょっとメンテナンス気をつけないといけないと思いますね。結構噛む力強いんで普通に血が出る。ゴキブリに噛まれて血が出るってなかなか想像できんよな。だいぶネズミの形がなくなってきましたね。で、なくなってきたのと同時に食べるゴキブリも減ってきたのかな。やっぱり食べれる部分が少なくなってきたから。あ、でもすごい集まってるな。でまあちょっとこれぐらい集まってくれてて助かったかもしれないね。3匹ぐらいしか食べてへんかったら、それはそれでちょっと絵面的に YouTube に消される可能性があるぐらいね、内容になってるかもしれないから。もう一番下の子なんてひっくり返った状態でずっと食べてるもんね。なんか赤ちゃんみたい。はい、っていうことでもう10分も経ってへんのちゃうかな。すげえ早い。まあちょっと残ってるけど、もうほぼほぼ、あ、なんか食べたのかな、どうだろう。うん、食べたっぽいね。あ、ちょっと残ってる。まあでももうほぼほぼなくなってますね。今この子が食べてるけど。ということでどうだったでしょうか。いや、なかなかすごい内容の動画になりましたね。ワンチャンね、これ YouTube に消されるんじゃないかぐらいショッキングな内容になったかもしれないんですけど、このようにすごい肉が大好きなゴキブリもいるっていうことを皆さんに見ていただけてよかったかなって思います。まあ、いろんなね、食性のゴキブリもいるんで、まあ、他にもね、これから動画出していきたいと思います。ではでは、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。爬虫類。